ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部入りです。今日は2021年9月14日にカローラシリーズ初となる SUV カローラクロスご紹介していきます。今回は運転席を中心に解説していきます。マルチインフォメーションディスプレイやディスプレイオーディオなどを中心に見ていきたいと思います。ジャパンカーレスキューでは新型カローラクロス、人気のヤリスクロスなどいろいろな動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは運転席周辺をチェックしていきます。ジャパンカーレスキュー。それではカローラクロスに乗り込みましたのでエンジンをつけていきます。エンジン始動時の映像がかっこいいですね。ステアリングは3本スポークステアリングホイールです。本革巻きシルバー塗装付きです。ステアリング左側がマルチインフォメーションディスプレイ操作スイッチ、電話受話ボタン、ボリュームスイッチ、音声コントロールボタン。ステアリング右側がレーダークルーズコントロールのスイッチ、クルーズコントロールの車間制御スイッチ、レーントレーシングアシストスイッチ、オーディオのモード変更ボタン、トラック変更ボタンです。カローラクロスはレーダークルーズコントロール、全車速追従、停止保持機能付きです。それではマルチインフォメーションディスプレイを見ていきましょう。オプティトロンメーター 7.0 インチ TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ、スピードメーター表示です。第一印象、青がとても綺麗でした。オプティトロンメーターはメーターパネルに直接光を当てるのではなく、裏側から EL パネルの光を使って透過光でメーターを照明するものです。自ら光っているように見えるので自発光メーターとも言われています。日中でもとても見やすいメーターです。そして皆さん、なんとこちらハイブリッド Z なんですが、タコメーターがついています。残念ながら走行しているところは撮影できなかったんですが、走行している時に EV モードでエンジンが動かずにバッテリーの充電のみで走っている時はメーターがゼロに戻ります。エンジンがかかるとまたタコメーターが動き出します。メーターの表示を見ていきましょう。ステアリングの左側のスイッチを動かして画面を変更していきます。ただまあ設定の表示の部分は結構小さいのかなというサイズ感ではあります。NTA、PCS、BSM、パーキングソナー、センサー、LT、LCTA、PKSB、RSA、車両設定と形でできます。ドライブモードを切り替えることができます。シフトレバーの奥にスイッチがあり、このスイッチでエコ、ノーマル、パワーと切り替えることができます。残念ながらバッテリーに充電が溜まっていない状態でしたのでエコに切り替えることはできませんでした。パワーモードは赤く光るので一目で見て分かりやすくていいですね。ヘッドランプはマニュアルレベリング機能付きなのでダイヤルがついています。ディーラーオプションの ETC を選択するとこの部分に入ります。 AC100V のコンセントがラゲッジについています。オートハイビーム、パナラミックビューのスイッチ、ハンズフリーパワーバックドアのスイッチですねがついています。ジャパンカーレスキュー。フロントの視界はまあまあいいのかなと思います。運転席から前まで距離があるので前の感覚をつかむのが意外と難しいかもしれません。ボンネットが結構長さもありますし、またこの運転席のメーターの位置からこの先までも割と距離がありますので、前が長い車に乗り慣れていないという方は少し最初のうちは運転に慣れが必要かなと思います。パノラミックビューモニターもついていますけれども、こちらは車体サイズが大きいということであまり高性能なタイプではありません。サイドビューもこんな感じです。本当に車の脇が見えるぐらいという感じです。アクアのパノラミックビューモニターから比べると画質は落ちています。はい、ヤリスクロスのパノラミックビューモニター単体のと同じぐらいの画質感です。バックカメラも同様でこの
2パターンしか見られません。このカローラクロスはメーカーオプションで9インチディスプレイオーディオ6スピーカーが付いています。ディスプレイオーディオの詳しい使い方は別の動画で解説しておりますので、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。ディスプレイオーディオでも車両設定することができます。のメニューから設定編集で車両設定もできます。車両カスタマイズ、ドアロック設定、エアコン設定、内外機切り替え、オートスイッチ連動するしない、ランプ照明設定、室内消灯時間調整、コンライト感度調整、それではインパネ部分も見ていきましょう。エアコンはオートエアコン&ヒーターコントロールパネルです。ZS のグレードでは左右独立温度コントロール付き S フロー全席集中モード付きです。運転席と助手席で温度を分けられるのはいいですね。エアコンの操作パネルはきちんとスイッチで付いている方がやっぱり使いやすいかなと思います。運転席、助手席、シートヒーターが Z グレードで標準装備です。ハイとローの2段階を選ぶことができます。ディスプレイオーディオ接続用の USB 差し込み口が一口ついています。シフトレバーの奥に EV モード、 VSA オフスイッチ、ドライブモードセレクトスイッチがあります。シフトノブは本革巻き、サテンメッキ加色です。シフトレバーはストレートのタイプなので入れ間違いが少なく操作しやすいです。カップホルダーが2つとコンソールボックスがあります。コンソールボックス上部は本革でクッション性があり、非常置として使えます。中に小物入れがあり、アクセサリーソケットもついています。この下側までしっかりとピアノブラックの塗装がしています。あとここに隙間が空いているので、アクセサリーコンセントを配線でつなぎたいんだという方はここから出せます。ここにパーキングブレーキのスイッチ、ホールドのスイッチ、こちらを押します。こちらを引きます。サンバイザーが運転席、助手席ともにバニティミラー、チケットホルダー付きです。ZS グレードでは LED 照明付きです。フロントパーソナルランプは全グレードで LED 照明です。隙間から光が見えておしゃれです。このあたり電球じゃないのでとても素敵ですね。この車には付いてなかったんですが、ZS グレードではパノラマルーフをメーカーオプションで付けることができます。その場合はスイッチがこのあたりに付きます。以上、カローラクロス運転席周辺解説でした。感想としてはメーターの青がとても綺麗で見やすいと感じました。インフォメーションの表示は若干小さいですが、運転しながら操作することはないのでこれぐらいでもいいのかなという感じでした。内装は本革仕様、ピアノブラック塗装、シルバー塗装でシンプルですが高級感がありました。メーカーオプションのパノラミックビューモニターは駐車支援の設定がそもそもないので、あまり画質が良くないのが残念なところですが、車両が大きめで特にフロントが長めなのでつけてもいいかなと思います。ディスプレイオーディオもメーカーオプションの9インチだったので大きくて見やすい印象でした。この動画が良かったと思った方は高評価、カローラクロス買ったよなどコメントもお待ちしております。動画見てくれておおきに。ほなね。